カラコン通販のクイーンアイズがお届けするプリティービー始まるよ。こんにちは、なるです。さらです。はい、今回はですね、このこちらフルーツ飴、いちご飴を贅沢食いしていこうと思います。やったー、わーいわーい食べたい食べたいよね。じゃあ美味しそう。それでは早速食べていきましょう。割り箸、割り箸ですねくよん食べたことある？フルーツ飴ない。ない、初めて。私も食べたことない。食べよう。いただきます。いただきます。美味しい。え、甘い。美味しい。美味しい。うん、甘い。たださ、うん、フルーツ飴、リンゴ飴しか食べたことない。ああ、あれも飴か。うん、なるちゃんなんかいろんな飴食べてさ。そうえ、でもね、作ろうとしたことがあって一回、うん、フルーツ飴を大失敗した。失敗するの？この周りの飴を作ろうとしたら焦げて、うん、真っ黒になってやめた諦めた悲しい、ね、でもね、リベンジしようと思ったんだけど、うんうん、できなかったから。あ、みかんの飴食べてみたいな。あ、みかんね、美味しそうだよね。あ、500円めっちゃ入ってくる飴いる、ここに、ここにいる楽しい。なんか1個しか食べてないけど、ね、食べた。甘いね。うん、歯が抜けそうめっちゃ怒る。これ歯抜けても気づかないと思う。え気づこう竹串にこうやってついて、いっぱいついてるやつ、うんうん、綺麗だよね。あ、食べたことあった。あるのあった、思い出した。なんか横浜行ってる時に、ね、食べた、うん、いいな、うん、なんのフルーツ？いちご？ぶどう。ぶどう。いちご食べたかったんだけど、うん、なかった。なかったの。じゃあいちご食べたい。うん、食べな。美味しい。美味しかった。でもでっかいよ、うん、口の中。え、やばい。喋れなくなりそう。うん、でっかい。食べます。でも何があったの？マジ。何だったの？これ何？なんて言ってんのか全然聞こえない。いちご？めっちゃいちごじゃない？うん、めっちゃいちご。めっちゃいちご。甘っ。え、美味しい。確かにこれは流行るよね。おいしい。いちご大福食べたの。うん、いちご大福とみかん大福。みかん大福なんて、そう食べたんですけど、美味しそう。美味しかった。いいね。こっち硬いね。昨日のもちもちしてるいい音。歯抜けた？抜けてない。
か笑っちゃうよね、うん、行くのよく。そう、え、毎年行ってる。毎年行ってんの、うん、いいね。浴衣着て行きたい。浴衣あんま着ない。着てる、うん、うんうんうん、似合いそう。え、似合いそう。似合いそう。嬉しい、ありがとうでもなんかさら一つ夢があって、うん、浴衣デートしたい。うわ、花火大会で。いいね。しゅんくんと、しゅんくんと、しゅんくんと。で、なんかさらがさ、うん、電話でなんか花火大会行きたいなみたいな言ったら、うん、行くって聞いてきて。でもあの人、うん、人が多いところ嫌いなの。あ、そうなんだ。そう、なんかごめんなさいみたいな、いいじゃん、なんかさらちゃんのための行ってくれそうだな。一緒にリンゴの食べない。やだやだって言った。正式のじゃあ女子面で行きたいね。ね、うんうんうん、あれやりたい、うん、ちょ、お祭り関係ないんだけど、うん、ワードゲームワードルフ。あ、ワードルフ、ね、ワードルフ、ワードルフ、確かにやりたい、やりたい。美味しいですか。はい勢いでピューンって向こうまで行ったらどうしようって考えちゃうなんか犬みたい。うん、犬みたいです。どこら辺が。犬の胴体あれみたい。豆しば。あ、豆しばみたい。豆しばいただきます。豆しばは意外と硬いんですね。どっちが好き。大きさだとこっち。わかる。味はこっち。でもやっぱ定番だとさ、いちごだよね。うんうん、いちご多いよね。大きいの食べたいな。そうだね。もうちょっと大きくない。うわっ、うん、あ、麺でかくない。めっちゃでかいよ。でかっ。一口でいける。いや、そんな女子じゃないから大丈夫。ちょっと女の子っぽくしてこい。じゃ大きくて食べれない。出てきました。今のが一番美味しかった。本当に。え、最後一緒に食べてさ、一緒に前でこれパリパリパリって。何がいいでしょう。これいただきますね。めっちゃ簡単に食べてる。溶けちゃってるね。溶けちゃってる。溶けちゃってる。じゃあ最後いただきます。いただきます。うん、おいしい。甘かった。うん、飴がやばい。飴だけなんかすごい残んない。こっちすっごい甘い。甘くない。はい、それでは今日はいちごとぶどうのフルーツ飴の贅沢買いをしました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。どうだった。美味しかった。ね、美味しかったね。いちごの方が好きかも。ほんと。そうかな。美味しかった。甘い。どっちもでも甘くて美味しかった。うんうんうん。初めて食べた。ちょっと今度は作れるように頑張る。焦がさないようにそう。さらにちょっと受信力アップで作るかな。ね、作ろう。うん、楽しかった。この動画がいいと思ったらチャンネル登録と高評価、コメントよろしくお願いします。それでは、バイブリー。